め。シカゴ警察が彼に逮捕状を出す一方で、シカゴ市民はエイデン・ピアースに声援を送っています。エスカレートする市民の支援に警察は捜索の妨げとなることを懸念しています。アンブローズか。ニッキーとここでよく映画を見た。今はただのダンスクラブだ。デフォルトは俺たちが侵入したことに気づいてるはず。おそらく俺が来ることも。セフ・デマルコです。ドットコネクションにようこそ。ここはアートや音楽を集めたデジタルギャラリーです。目や耳で、そして実際に触れて楽しんでください。それが私にとって何よりの。
I got it. データは全て奪うんだ。よし、奴から離れんなよ。侵入してやる。奴は気づきもしねえだろうな。入ってきた。嘘だろ。何のデータか知ってるか。一部は知ってる。何があった？町全体だ。市の職員、組合の代表、店の契約に賄賂。なんだ？X の記録にネットでの脅迫。待てよ、 CTOS もあるぞ。離れすぎだな。このイラクってのは働き者だったんだな。かなりの記録が揃ってる。 CTOS の役員たちはネットワークを利用して選挙を操作したらしい。ラシモアを当選させるために。不正まみれのシカゴ市長、これは驚いた。どうやって操作したってんだ。不正投票はなかった。なんかとんでもねえ構造を使ってやる。正体がまるでわからねえ。もっと近づくんだ。映像だ。ある女の子、彼女はもう死んでいるが、俺と俺の家族が襲われるほど重要な内容だった。
全部合ってくる。全部ありそうだ。お仲間の探し物も分かったぞ。ちょっと待て。いた。止まってるぞ。罠かもしれない。あの微笑んでいた女に一致する映像は？いや、今のところない。本当にイラクのサーバーにあったか？だが奴は盗もうとしていた。一体誰だ？何かやらかすだろう。悪役気取りのマスクがそう叫んでいる。これがデフォルトの最後ではなさそうだ。それがどうした？いいか聞けよ。これまでとは違う。あんたは敵を作りすぎた。今のうちにシカゴを離れろ。フィクサーが追いつくのも時間の問題だ。忠告に感謝する。ああそうかよ。念のために教えてやっただけだ。